何よ。え？あたし、ハンバーグ作ったの。もう焼いたんだよ。ほら、見て見て。いい出来でしょ。なに？でしょ。へへへ。多分。ストップをかけろ。ドクターストップなんてひどい。お前、自分でまずいって言ったろ。あ、全部食べちゃった。美味しかった。入れてたのか。
はあ、助かった。なんだ平野か。ちょっと違うけど。お腹大丈夫なのか。食べなくてもよかったのに。昨日はありがとう。誰も起きてくれなかったらどうしようと思った。そんなのできるかよ。あのさ、お前たち付き合い長いんだろ。付き合わないのか。なんでって、そのだから、その嫌いなのか。そうか。いるわけないだろ。本当にそう思うか。なんでもない。お前嘘つきだな。お茶入れてきてやろうか。いらないならいいぞ。スーみたいにうまくないぞ。源に聞かれたらどつかれるぞ。どう？そう。また雨になってよかった。なんでもない。
覚めちゃった。何時だろう。メガネ、メガネ、メガネはあった。3時か。やだ、おしっこしたくなってきちゃった。やだな、どうして夜中にばっかりおしっこしたくなっちゃうんだろう。どうしよう。平野、おい平野、どうしよう。おトイレ、平野起きて、お願い平野、漏れちゃう。平野起きて。あ、メガネ嫌い。ここどこかな。この間はミキ、ユイト君と草むらでお医者さんごっこしてたのに。あ、やだ、おしっこ。いや、止まって、おしっこ、ユイト君とお医者さんごっこしてたの。でもそれから忘れちゃって、気がついたらユイト君冷たいよ。ユイト君冷たいよ。時々こうなるの。気がつくとね、変なところにいたりするの。
夜じゃおままごとできないね。ご飯も食べられないね。歯医者さんごっこしよっか。ミキ、歯医者さんごっこ好きだよ。ユイト君はミキのこと好き？大切な問題なのよ。ミキのこと好き？じゃあ大好き？ミキは先輩じゃないよ。ミキはミキ。違うの、ミキなの。ミキはね、ユイト君のこと大好き。世界で一番好き。ミキ、早く大きくなりたいな。そしたらユイト君と結婚できるのに。